どうもフィッシャーズのマサイです。どうもボトキエケシルク。皆さんゲームセンターってよく行きますか？大好きです。どういうのやる？メダルクレーンゲーム、イニシャル D しかない。アーケードゲームだね。格ゲーだな。うん、はあ、まあそれぞれさ好きなゲームがあってやりに行くんだけども、うん、そのデパートの上とかにさゲームコーナーがあるある、うん、の入り口とかカウンター前とかによく置いてあるんだけどさ、紙のさバシャバシャバシャってなってるさ、あーにじり手突っ込んで紙取るとか、あのその紙のやつじゃなくてもさ、その中のゲームでいじってボールこう入れていくとか、あるね、あるじゃん、メダル入れていくとか、うんうん、風とか空間を使ったゲーム、そう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 、あるある。俺それちょっと思ったのが、好みで体験したいなと思って。いやいや、中に入ったの？中に入ったね。どうなの？さすがにドーム状のものを作って、なんか下から空気出して、自分が浮くっていうことできないから、ね、それに近しいものをできないかってずっと準備してたんだけど、用意できました、これが。すごい、だからあそこにでっかい扇風機あるの？そうなんです。出たよこれ。あの俺らも一回扱ったことあるけど、なんかパラシュートかなんかで一回戦ったよね。そう。いやこれマジエグいよ。これ名前覚えてます？え、名前なかったっけ？ハリケーンです。あ、そうだ。名前つけんな。これとんでもないパワーを出す、大型の扇風機で、実際に映画とかでも使われてるようなやつなんだよね。改めて説明すると爆風とか本当に強い風の演出でこいつが用いられるから、そうこれが弱いわけがない。こいつを使っていくんだけど、その説明したさっきのさ髪のひらひらのやつあるじゃん。あれはもちろん中で爆風が起こってるわけですよ。髪側からしたら、ね、そう。その中手突っ込むとさ意外とわーわーってなっちゃうでしょ、ね、風で。今回は体で体験してもらうんですよ。じゃあ髪どうすんねんって話だよね。そう、これおぉマジで。なんなん、はい、こちらです。じゃあシルクだけチラって見ていいよ。あ、まさかのこれね。お前有利かもしんねえな。え、せーの、あーなるほどねー。これかー。これあったわ。すげえこれ。はい、ということで今回はピンポン玉を使います。すげえ。ちょっと大きいやつなんだね。そう、イラジボールだから紙飛ばすと、うん、もう絶対いなくなるの、さすがにこの勢いだとね。あのゲーム機だから成り立ってるの。あ、まあそうだな、ドームだからね。これ個数いくらだと思います？いくら？2000ぐらいかな。2000いく？待ってね、多分ね、うん、1万くらいある。いやいやいや、お前いいか、今あのこういう感じの時は低く見積もっといて、後から大きい数字が出てきて、うわすごいじゃんってあいつを気持ちよくしないといけない。ありがとう。そんな話をしております。じゃあペケね、これ3回目ぐらい。ペケいろいろと別居しようか。いや俺も1000ぐらいだと思う。1500とか。俺2000ぐらい。どんぐらい？俺も3000いっちゃう。3000いく。あ、いいねいいね。いや、まあまあ1万は絶対ない。1はないね。じゃあない。これですね、なんと1万だー。拾ってもらうアイテムなんですけど、まずはこちら。なんだこれ。グローブ。 OK、 オッケーです。バケツ、バケツ2つ、バケツとグローブ。あ、セット、セット。オッケーとバケツ、こうしてこう。そう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 、まだありますよ。ビニール袋です。うん、こちら90リッターあります。はいはい。おー、あー、いいですね。アメリカの事務所にあるタイプですね。そう、あー、はいはいはい、魚のやつ。そうだね、あの干すやつだ。こっちで拾ってこっちに入れるでもいいかもね。あー、それもいいな。まあこいつも一応渡しておきましょう。はい、いい音。どれを選ぶかはお任せいたします。はい、4人参加で、うん、ゲームも大体4人じゃないですか。まあ、そうだよね。なるほど。今回僕は企画者なんで、はいはい、ボール入れる役にします。あ、そういいね。こっちも楽しいはず、絶対。まあそうだね。予想がさ一番楽しいよな。こうなった時にどうなるか。うん、うん、前突っ込みすぎて扇風機にお前が吹っ飛ばされるのだけやめて。それやばいね。誰も俺にやってそうだからお前。ビニール袋に関してはみんな1枚ずつ持っておきましょうか。ああ、わかりました。じゃんけんで決めてもらいましょうか。はい、先取る人をね。最初はグー、じゃんけん、ほい。うえぇー。あれかな。いや、やっぱそうだよな。これ強い。いや、まあ絶対これが強いと思う。いや、一番強いよな。元木、魚の網とゴミ箱。最初はグー、じゃんけん、ほい。じゃんけん、ほい。これ俺グローブ選ぶと思うだろ。うん、もうこれ俺のグローブじゃねえんだよ。
あー、なるほど。自分のね、馴染んだやつじゃないからね。そう、だから疲れ慣れてないグローブ取りにくいから、うん、あえてそれを人にやりたいんで、僕はこれでいきます。オッケー。はい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 。んだほ、バケツとゴミ箱。すげー長い間卓球やってたけど、うん、球拾いとかもめっちゃやったわけよ。おで、その時、俺初めネットで拾ってたのね。うん。でも途中からもう全部手でスマッシュとか取ってた。おお。だから多分俺手でいけんだよ。おだから一応これそっちなんでグローブじゃねえ。ないペケちゃん、オケとバケツ。まあ俺ですな。そうですね、はい。まあ俺はまあ自然にこれになるわけよね。おこれいらんわ。いらないの？おお、これいらん。お前にやるよ。やったー。やれるんだ。これあげるよ。ありがとう。待って、俺邪魔。邪魔くせえ。なんだよこれ。こうやってこうやってこうやって入れるわ。こうやってこうやってこう。いや手空いてねえんだよな。シュークロード、バケツとバケツ。はい。トレードしました。一回風だけ受けてみます。おーおー。確かに。こやつが動きます。準備はよろしいでしょうか。はいよ。でもドキドキする久々だから。かますの想定しろ。かます想定しないですね。それではハリケーンスタート。ドライアイ。グローブ手首折れるかと思った。これプラスピンポン玉。ピンポン玉。そうなんだよ。目開けらんねえぞ。1万個のスマッシュが飛んでくる状態でしょ。そつまりそういうことだよね。じゃあ本番行っちゃっていいっすか。いやーいいよ。一発勝負です。明日全員に分かんない謎だらけ。これ一番怖くない？もしめっちゃ痛かったら。飛んでいきましたけど。本当に飛ばした？本当に飛ばしたよ。取っても出てくんの。中で乱気流が起きてるから。何もわからんし。なんか野作さんに紛れてショットガンぶっ放すドッキリ。全然やってない。これもう絶対真似できないだろうけど真似しないでね。絶対真似しないでね。いややっちゃダメだこれ。一本玉ってあんな痛いの？見えないことによって当たる。そうだね。そうだね。避けらんないし。シュンシャラララララ。シュンシャラララララ。結果発表いきますか。じゃあ果たして1万個のうちいくつ回収できたのか。はい、じゃんけん順の1位だった人のがさ、うん、要はでっかいいいもの持ってるわけだから、まあ有利なものだよね。そうだね。じゃあちょっとじゃあ元木、ナホ、ペケタン、俺か。あ、そうだね。で発表してみよう。はい、はい、まず俺だな。うん。ええ、いっぱい取ってる。え、気づかなかった。カウントして後ろに投げていきますか。いいよ、数えましょう。はい、いきます。3、4、5、10、11、12、13、20、21、22、23。おお。いいか。うん。24、25。まだあるよ。39、40、41、42、50、51、52、53、70、70、71、72、
81! 88個でした。おー、すげー、すごい、めっちゃ取ってるよ。結構取ったね。すごい。でも1万個中の88個。そうっすよ。一見すごい多いけど、1万個で考えたらあれってなるけどね。違う、あの環境を考えると、ただの1万個じゃない、1万個から救ったらやっぱり1万個取れるけど、あんなハリケーンの中だから。ピンポンとあの物価すごいことになってるからね。今そうだね、はい、ものすごい高いよ今の一級一級。超高価。じゃあ次の人。はい、もうね、俺はね、だいぶ序盤にもうグローブとゴミ箱をやられたんだ。本当だ、もう取ってもね。だから残ったら俺今ビニールのみ。ああ、1、2、3、4、5、6個です。6個。あのでかいの持って6個。いや、俺序盤結構取ってたんだけど、全部どっか行っちゃった。逃げた、全部逃げた。少ないね、少ないね。次。はい、おっと。おやおや。1、2、3、4、5、6、6、6、6。2対、やったー、2位だ。そんなことある、6と6って。こんだけあって。本当にそうだね、被ることあんだね。すげえな。え、俺結構手でキャッチしたんだ。うん、しまうとこねえんだよ。こん中しまえねえしのこと。なってんの、ずっと。再現 VTR。 ありがとう。6と6で被るって1万個だった場合、天文学的な数値ぐらい珍しい。でも確率すごいよ。最後の人、はい、今2位が6個と6個、はい、1位が8個。ちょっとすげえ差が生まれてますけど、ちょっと期待していいですか。88でしょ、うん、多分超えてる。マジで。本当に。いや、そこにいっぱいあるんだ。いや、それはちょっとあるでしょ。マジで0個です。みんな逃げちゃった。え、奇跡的にポケット入ってるとか何ないです。ない。ダーン入ったの、うん、やったって喜んだら10個みんなピュー。1 個バケツないし。あれ、俺に突撃してきたんだよね。順位が決定しました。はい、最下位はシルクロード、2位がペケタンだ、そして1位マタケー。ダントツ。俺ら全員出したらぴったり100だ。おお、100取れた。すげー、何の力にもなってない。数合わせゼロ。お前がいなかったら100になんなかった。じゃあいなくていい。動画見てくれてありがとう。セガンベリー、 Twitter、 インスタ登録よろしく。他にもいろいろやってるので、たびに確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの。